どこまでやっていけるかな、うん、そんな気がします。そして、さらに安藤選手のちょっとね、中間選手です。はい、ちょっとご覧いただきました。多分右からの方が木とグリーンの距離がちょっとあるんですかね。左サイドの方が多分最短ではありますよね。最短ではあります。だから今の、ね、木村選手ぐらいの距離だと、もうフェアウェイとギリギリまでバツッと狙っていくと、ただもう10ぐらいの20ヤードぐらいは稼げた。いやー、これは出すのもまあまあならないね、これ。どうする？え、これ誰って言ってる？そうなりますよ。左打ちするしかないよな。ここ左打ちするしかないよ。あれですよね。もう先ほど言ったんですけど、18番に思いっきり出して次3打目上から狙う。ああ、選択肢もあるわけだね。グリーン方向に距離稼げないから。そうですよね。あっちに18番出して、どっちも真横だから。それはどうだ。無理だな。マッスルバック時代はね、3番バイアン入ってる時はこうそのまま反対向きに裏側の方で打ってる人に、これはきついですね。さあ、まあ、見てるだけだけどしょうがないね。俺はしょうがない。もう一回決断だと思うかな。ちょっとタフなスターティングホールドなんですね。ついてない。でもなかなかああやって根っこで止まることもないですよね。そこ当たったらね、どっちかにポロッとこう、それがプレスで決めていきます。一度出して左からの3番目、150っても奥のバッグ、ただ1回ぐらいようなチームになりますね。安藤選手3段目です。安藤選手めちゃくちゃ速いですね。気持ちいいです。めちゃくちゃ速い。どこまで前には持っていくよっていう。力から35ヤードっていう情報をキャリーさんからね聞いて、木は超える距離で、その先にちょっとバンカーもありますね。木を越えるのであれば左サイドに置きたいですね。左からのアプローチで、まあ、今のところ皆さん左サイドに置かれる方多いですね。ね、選手はもう完全にグリーンのそばまで行って、前のグリーンがグリグリと、こうやってパー5になると待つ時間もできますからね。マリタプロこういう時キャリーさんとかもします。でも待ちジョロします。待ちすぎてありますよね。なんで日本語行きたいの？お願いします。